槍を携えて、巫女のもとを訪れるオーディン。アース神族と万神族との戦いの始まりに槍を投げるオーディン。グングニルは、北欧神話の主神オーディンが持つ槍。日本語では、グングニールとも表記される。グングニルは、ロキが、トールの妻渋の髪を買ってしまったため、代わりの髪を作らせた際に、 その神と船スキーズブラズニルと同時にドベルグの谷やイーバルディの息子たちによって作り出された。その時ローキはブロックルとシンドリというドベルグの兄弟がこれらと同じように見事な宝物を三つ作れるかどうかに自分の頭をかけた。シンドリ兄弟が別の三つの宝物を制作した後すべての宝物はオーディン、トール、フレイに品定めされグングニルは ロキからオーディに渡された三分の得た、四五法では、軍グ,グニるの性質について、その槍は、正しい場所に止まったままでいないと説明されている。この文の意味については、決して的を外さないと、敵を貫いた後に、自動的に手元に戻るとの二通りの解釈がある。また、この槍を向けた軍勢には必ず勝利をもたらす。 グングニルの穂先はしばしばルーン文字が記される場所の一つとされている。リヒャルト・アーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪では、ボータンの槍の柄は、世界中のトネリコの枝から作られたという設定になっている。このため、日本語の文献には、北欧神話におけるグングニルの柄もトネリコから作られたとする記述も見られる。またある際はでは、 オーディンがミーミルの泉の水を飲んで知識を得た記念として泉の上にまで伸びていたユグドラシルの枝を折ってグングニルを作ったともされている。しかし、エッタにはグングニルの柄がトネリコから作られたという記述はない。フルエッタのニコの予言やフンリング殺しのヘルギノウター、サガのボルスンガサガなどでも槍の名前こそ明らかにされていないものの オーディンが持つ槍について研究されている。巫女の予言では、万神族との争いで、オーディンが槍を投げつける場面がある。ただし、この事件は、グングニルが作られる以前とされる。ありがとうございます。